はい、えー、今日はですね、鹿島の試合を振り返りたかったんですけれども BS は見れねえし、ー、鹿島は負けるし、えー、もうやるせない気持ちで振り返る気力も起きいねえしなんかぐだぐだ喋っていこうかなというふうに思いますどのぐらいの尺になるかは現状分かってないですし黒い背景に白い文字で適当にバーっと書いてあり っていうようよな画面がずっと続きと思うんで、絵代わりしないのが嫌な人はブラウザーバックをおすすめします。はい。で、うーん、まあ試合内容はテキストで追う分、あと兄に聞いた分では、まあひどいもんだと。よくこれで J1 を名乗れたもんだと。これでよくね、えー、天皇杯、えー、甲府さんにリベンジを果たそうっていう。 言葉が言えたというような内容だったというふうに聞いておりますチャンスも作れずあまりですねで結局得点が入ったところは広瀬選手のクロスとか田選手のヘディングっていうところでまあ連携もクソもなく崩せたと言わまさかんとか言ってますけれども、えー、崩せたかって言われたら絶対そんなことないしカウンター食ラう場面も、えー 見ましたけれども、まあ、ひどいももひいんですね鹿島昔、鹿島がやっていたようなことを甲府がやってるっていう、あのどうしてこうなってんのっていうのが本当に悲しいです、えー。これが誰の責任なのかっていうのは選手の責任ではない、まあ、プレイしているのは選手ですけれども、選手だけではなく監督、スタッフ、コーチ、えー、あとフロントですね。あのフロントは本当に岩松監督が のやりたいサッカーに合わせて選手を取ってきたのかっていうところとだったらそれを支持してあげなきゃいけないよねっていうところで4三3 3で最初入ってどういうサッカーをやりたいのかっていうのを思考して目指したところに行っているのかっていうところがまあもう結局フロント指導になって4四4 2に戻してなんとか勝ててでもやっぱり守備が強くなったっていうのも私個人はいや鹿島ら戻ってきたねとか言ってましたけど全然そんなことなくて。 えー、守備の個々がねあの上田選手戻ってきて関川選手がいて守備の部分で、えー、フォーバックかなり個々が立ってきて、えー、ココで守れてるけどチームとしては全然守れてないっていうのがあの大量失点はしないけどちょこちょこっと失点して勝ちを拾えないっていうところに見えてくるんじゃないかなっていうところと。 攻撃の判断もポジショニングをきちんと守ろうとしすぎてあのバックパスが増えて結局ロングボールハイボールでこう競らせてみたいなことしかできてない足元でつないで崩せる場面っていうのもいくつか見受けられますけどそれをなんていうんですかね回数増やしてって試行回数増やしてって失敗しながらやれるとか、えー、ゴールまで行く回数増えてきたよねっていうなんていうんですかねポジれる要素も一個もないんで現状を どう判断するかっていうと、うん、全くうまくいってないなっていうところで、あの、正直ですね、難しい感じでございます。じゃあ、何をしたらいいのっていうのは、えー、血の入れ替えも必要だと思いますね。まあ、正直ですね、試合見てれば、練習見てなくても、練習の態度がどんな感じなのかっていうのは、なんとなくわかるんで、まあ、 かなり、えー、コンディションが悪い試合が多い今シーズンに限って言えばこれは誰の責任なのかっていうのは難しいところですけど練習の仕方が間違ってるとかフィジカルコン、まあ、ボディのコーディネートとかがうまくいってないっていうところで、えーまあ、それはもうちょっと試合以前の話ですよねっていうところが畳み受けられるのと試合に入ったら入ったで、えー、急いで攻撃したいのに えー、自分はパスを出してそこの、その場でとどまってる。縦にパスを出してとどまってるって、追い越していけよっていうようなことを思ったりとか、まあ、ぶっちゃけですねうん、うまくいってるとは決して思えないですね。それで、四政監督が OK だって言っているのであればうん、勝てないでしょうね、今後もなかなか。現にセットプレーから点取れてますけど、 えー、それは樋口選手の個人であってチームとして崩して点取ったっていう記憶があんまりないですよねい,やいくつかありますよルバンとかの方が多い印象ですそういうのがっていうことは、えー、J1 の控えの選手レベルには達してるけど J1 のスタメンクラスの選手が勢揃いしてる中だと、えー、崩せてないっていうのは大問題ですねっていうのが、えー、鹿島のスタメン陣も含め、えー、うまくいってないなー っていうのが、もうなんかありありと見えますねっていうのが現状ですかね。かといって選手を変えるわけでもなく、リーグ戦もほぼ固定してて、コン,ディあのコンビネーションとかが上がってこなきゃいけないのに、パスミスは多いし、パスはずれるし、かといって3人、4人関わってって崩すみたいなところも見えてこないですし、なかなかその回数は試合中1回か2回出ればいい方ですこれでね、 チームとして崩すがうまくいってますみたいに言っちゃう岩政監督はちょっと目がうんまあいいね解説がいい監督になるかっていうところは正直うんこれで微妙なのかなっていうのはもうい知らされましたねはいあのぶっちゃけですね攻撃の構築守備の構築とかそういう部分でえーコーチにも J1、えー、リーグで長年戦ったコーチみたいなのがいなくて正直その辺不安ですねあのーまあ、そこが良くないんじゃないかなっていうのが一つ一点あるんじゃないかなっていうところとまあ何がどうなのっていうのはいろいろありますけど、まあ、正直今のままじゃ今年たく戦いきっても意味ないですね何にも成長してないですしまあ成長してる部分もあるのかもしれないですけど 成長の一歩が遅すぎて、あの、亀なんですよね、本当に。全然進まないんで、成長が。これじゃもう、どんどんサッカーの旬が変わって、追いつく頃にはもう、2世代、3世代先のサッカーに行ってるみたいな、ね、とんでもない、まあね、時代錯誤な状況が生まれてきかねないんで、あー、まあ、岩政監督、このまま行って、ルバンも落としたりとかしたら、もう、解任か。 今、ねえー、シーズンやりきって終わりかっていうところですね。まあ、それは、責任は、ね、言っちゃ悪いですけど、J リーグで士気ない監督にやらせてるわけですから、えー、ともちろん吉岡 FD であったりとかにも責任あると思いますよ。いや、じゃなきゃおかしいですもん。責任ありますよ。いや、サッカーを見せてもらってる。 見せるのを作ってる人たちですからね、その人たちが。彼らがちゃんとこう、ね、あのー、選手揃えたりとか、監督揃えたりとかっていうことをサボってるんですよ、正直。えっ、ー、と、岩政監督がついた時も、去年、レネバイラーにサポートしましたか、ちゃんと。レネバイラーが希望する選手取ってきましたか。あの取れてないですよね。 上田選手がいなくなって一気にサッカーの状態が悪くなりましたって言ってそれで選手の意見尊重して監督変えますじゃあおかしいんですよ選手にはフロントからいや監督の言うことをちゃんと聞いてくれっていう話をしなきゃですしいや選手がプレーしてるのは分かりますけどいや選手と監督どっちが偉いのって言ったら監督っすからねそれに気に入らないから変えろみたいなもうなんかクソみたいですよね それを誰が言ってるのか言ってないのかは知らないですけどそんな雰囲気感じ取りますよ正直サポーターからはあのいやこれが嘘だったりあ違かったりしたらしょあのごめんなさいあの私の感じ取った雰囲気はそういう雰囲気だっていう話なんで正直ですねあの弱小部活とかと同じレベルですよ監督気に入らないから監督変えてくれっていう。 あのそんなんじゃダメっすよ、あのー。あくまで監督がやりたいこととかをフロントが汲み取って選手を編成してで合わせた編成の中で監督がうまくやってってここうまくいかないここの選手が欲しいっていうリクエストに対して全力で応えてあげて4年だったら上田選手が抜けました上田選手の代わりのフォワード欲しいです。 じゃあ、柿田レンタクルバックでもよかったし、いや、ちょっと柿田じゃあ怪しいな。で、エレケ連れてきましたけど、エレケを連れてきた瞬間にクビにした、2、3試合待てば、エレケも使えたかもしれない。そこまで考えてないですよね。なんで、あの、それって監督が出したリクエストに対して、選手を取ってくるまでが遅いと思うんですよ、レスポンスが。なんでなん いう <laughs> あの本当にねあのー、ここ近年のフロントには不満がたまりまくりですよ夏場に選手が憎てて弱体化してんのに育成しりゃ勝てろって育成できてねえじゃねえかよっていう育成すんなら我慢して染めの使えやみたいな感じなんですよ正直で育成して上積みがあって勝ててますか近年勝ててないですよねだったらもう シーズンの頭からある程度選手が抜けることを夏場に抜けることを想定していい選手を捕まえておいて、えー、その夏場までに、えー、取ってきた選手が活躍できるような環境を整えておいて夏場に海外からお呼びがかかって移籍しても大丈夫ですよっていう状況を作るでその上でその選手が海外に移籍しなかったらごめんだけど半年レンタルで出す。 で、レンタルで、えっ、ー、と J3、J2 のチームで、ここの選手が欲しいんで、これだけチーム数があるわけですから、ないわけないんですよ。じゃあ、ここに貸し出します。で、冬移籍しました。冬に戻ってきて、来年からお願いします。こんな感じでいいんじゃないですか。余剰戦力が足んなすぎますよ。いい選手がいないんですもん。で、鹿島から、鹿島から出れば、えー、いいプレーをしている選手がたくさん見えますよ。 林選手、染野選手、え長、ー、門選手とか、えー、歌詞までダメなんじゃないやっぱ。っていう結論に、サポーターはなりますよ、そりゃ。っていうところまで、組んでほしいです。まだまだ不満をあげれば、きりないですけど、いい今日は、もう、とりあえず、ジ0分も動画になっちゃってるんで、で次回以降、また喋ります。しまし以上です。バイバイ